脳科学辞典とは、日本語で書かれた、無料で閲覧できる、査読制度付きオンライン200化辞典取扱い分野は、脳科学、神経科学。記事は、各分野の専門家が執筆している。脳科学分野の研究者及び研究者曜日群を、主な想定読者としている。2011年6月に、ウェブサイトの構築が始まった。 理科学研究所の脳科学総合研究センターのメンバーらが中心となって運営している。約1000個の用語の解説を用意することを目指している。脳科学分野の約1000個の用語の解説を用意し、無料公開することを目指しているウェブサイト。想定読者として、脳科学分野の現役研究者、そして、これから、 の科学分野で研究を行おうとしている大学生と他分野の研究者を想定している。記事は各分野の専門家により執筆され、作読を経た上でウェブサイトに公開されている。記事の執筆はボランティアが無償でしている。執筆者には Wikipedia に同じ用語の解説があるかどうか調べ、もしあった場合は少なくともそれよりは 専門的な内容を含んだもの、最新の研究動向を含んだものにすることが義務付けられている。しかし、ウィキペディアの解説にもかなり専門的なものもある。そのような場合は、上記方針は無効とするとしている。記事執筆の流れは、おおよそ以下のようになっている。編集委員が、執筆項目と執筆者を、選定執筆者に、ウィキで、 執筆作業をするための利用者名とパスワードを電子メールで送付。執筆者が受け取った利用者名とパスワードを用いてウェブサイトにログイン。執筆者は Wiki にログインした状態でインターネット経由で記事を執筆執筆が終わったら執筆者はその旨を事務局に電子メールで連絡。Wiki の管理者が書かれた記事を見て章立てやスタイルの調整。 誤字脱字の修正といった編集、構成作業を行う。ウィキの管理者が、査読者に査読依頼の電子メールを送信。査読者が査読を行う。査読者から意見がついた場合、執筆者による修正が行われるまで待機する。合格して、査読を通過すると、記事が白紙状態を終え、内容が表示されるようになり、当該記事がウェブサイトで公開される。以下。 編集委員長及び各分野の編集委員とスタッフの一覧である。脳科学辞典の記事は、クリエイティブコモンズ表示から改変禁止2.1日本のライセンスの下で利用できる。ウィキペディアのライセンスとは互換性がないため、脳科学辞典の記事内容をそのままウィキペディアにコピーペーストすることはできない。脳科学辞典では多数の人間が 同時に編集に参加できるウィキシステムを採用している。アプリケーションソフトウェアとしてはミディ i ウィキを採用している。そのためウィキペディアとほとんど同じインターフェースを持ちウィキペディアを執筆したことのあるユーザーにとっては親しみやすいウェブシステムとなっている。ありがとうございます。